ーーです。まあまあそうか、そうだな。ウェルブの SA ぐらい回復しますからね。そうだよ。いやワンチャンだって多分ラウンド8打ってる瞬間の X ニードルとか多分3、4ヒットしかしないんじゃないの多分薄さ的に第1の精霊みたいな。確かにね。いやちょうどね先週ちょっとねあの F1 にお邪魔させていただいて、はい、久々にボコトゥエルブとやったんですけど、ほう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 、まあトゥエルブもタイプ違うなと思いますね。ボコちゃんは結構破壊力タイプの攻撃特化型のトゥエルブではあるんですけど、はい、山さんは何でしょうね、地上特化型というのかなんか確かに地上戦法割とやるイメージですが、エレナに対して多分それをやると地獄を見るので、さあ離れて、さあすごい回復した、一応確定反撃取って消えて、何してんの、ウロシロリート透明って実質もう状況有利ですよね、見えないから、ね、見えないけども、まあ、たまに心眼持ちが相手にいますが確かにさあ戻ってきて、さあヒーリングのゲージ見てください、なぜかもう半分溜まってます、まさか1ラウンド2足があってしまうのか、これはコアコア出た、山さんの繋がってないけど安い、もう一回やり直し、今度は8、これねもう山さんのアイデンティティですね。いやでも1回目のあの減らなさ何よ補正切れてるのにマジか、それがトゥエルブというキャラなんですね。悲しいな、トゥエルブにはそれを補って有り余る機動力があるので、エレナも結構あるよ機動力エレナも結構あるんだよな。さあそんなこと言ってるとエレナにもうヒーリングが溜まっております。じゃあまあ試合の展開的にはヒーリングはあっても結構焦らずじっくりやっぱり行かないとダメなんですよね、対エレナという意味で。まあそうでしょうね、だってトゥエルブさっきエクスニードル2回で多分4割ぐらいでしょ、そうそう、ね、減らしたの死ぬほど頑張らないといけないってことですからね、これじっくり飾るは得ないんですよね。あ、まっマジで、さあ端っこ透明になってやべえな、痛い、これは間に合わない、すぐ止めましたね、壊し、トゥエルブは2回は触らないときつい、あっ投げる、後ろ投げ、これでこれは上から来た、おおあっこから逆転していく、すごい、すげえ。